はい、毎日学習会の林です。アイビです。よろしくお願いします。お願いします。今日は慶応義塾大学法学部のフィット入試2012年の問題です。やっていきましょう。はい。で、今日のテーマは、捜査機関における被疑者の取り調べで、まあ、録音義務付けるかどうかってことで、まあ、堀山さんとかはね、YouTube ではよくやってるテーマかなっていうふうに思うんですけれども、どう思いますか、こう被疑者の取り調べ録画義務付けるかどうかっていうところに関して。録画、まあでもね、あとあとね、なんかその検証するときに有利っていうのはあるけど、それがなんかね、それが本当に本当のことだったらいいけど、冤罪とかもあるんでどうなんだろうなって。いや、だからまあその冤罪を防ぐためにやるみたいなところがあって、結構その取り調べのときに、こうなんていうのかな、やったんだろうみたいな、そういうのを防ぐためにやるっていうのがまず一つとしてはあって、まあ、取り調べの可視化っていう形で、まあ、やっていくんですけれども、まあ、その何て言うんだろう、まあ、その科学技術の向上とかで冤罪ほとんど起きないんじゃないかみたいなことを言う人も多いんだけどさ、いや実は結構冤罪って起きるんだよね。なんかこうさ、あの空気読めよとかさ、お前やったっていいよ、なんかこう日本独特のこう追い詰め方みたいなのあるじゃないですか。あと親戚はもう認めたぞとかさ、なんかあのそういうのってすごくあって、で割とこうその日本の警察ってあのいわゆるほら戦前の漫画とか読んでると特攻隊って出てくるじゃん、あの特攻隊ってあの特攻隊じゃない、ごめんなさい、神風特攻隊じゃなくて、あの特別高等警察、あの憲兵って言って、そのなんか要はあだからもう無理くり拷問して自白を迫るみたいなさ、あのそういう人たちの流れを割と組んでる部分があって、なんか結構冤罪とかまあ起きやすい土壌はあるんだよね。だからまあそういうところでこうちゃんとこうそのしっかりこう取り調べを可視化することによって、まあ、冤罪とか起きないようにするとかっていうのは、まあ、すごくあの、まあ、大事な部分なのかなっていうところはあるんですけれども、まあ、そのデメリットが何かっていうと、まあ、その録画した空間が流れるとなんかこう都合がいいとかだけ聞き取ってさ、テレビみたいな感じでうまく編集するとかさ、そういうのありますよね。なんか番組制作やったこともあるって話で、ちょっとそういう編集の仕方とかもし知ってることあったら教えてほしいなと思うんだけど、結構こういう長い尺の動画とかをジェットカットって言って、あーとかえーとか無言の空間とかをピッピッて切ってそこをつなげてっていうのを結構 YouTube でねやってるような方多いと思うんですけど、テレビはそういう不自然な切り方はねあんまりしないんですけど、結構シーンの変わり目とかでうまいことカットしたりとか、その後のオチをなくしたりとかすることでなんかおって思わせたりとか、結構そういうのありますね。なるほどね。だからまあやっぱりその編集する権利っていうのは実は結構大事な問題で、なんていうんだろう、まあ、基本的には取り調べをさ、もし録画するとしたらさ、撮影するのと、まあ、検察官とかあるいは警察とかあったりすると思うんだけどさ、多分その撮った画像に関してはそのいわゆる、まあ、検察側も被告側も両方とも使えるっていう形にしないと多分フェアではないのかなとか、そういうのはやっぱすごい思いますよね。そうですね、あのどちらも、あの保存はできる形にしておいて、その、まあなんかその切り取り方も、あの元のね元データがあれば、いやそこは都合よく切り取ってませんかっていうふうに言えるんで、だから、ね、そこの部分はすごい大事かなと思ってて、まあ、取り調べを可視化すればいいってもんじゃなくてさ、結局こういうその細かいところ、その本当にその取り調べを可視化した時にそれ編集する権限誰にあるんですかとか、やっぱりそういうところを詰めていくっていうのはすごい大事で、だから取り調べの可視化の是非みたいな話があった時、まあ、その取り調べの可視化の話だけするのかっていうとそうじゃなくて、また新しくこうその ES1 脳が分かれるような論点っていうのをやっぱり作っていって、そこに関して話していくっていうのが、まあ、すごい大事だと思うので、ちょっとそういうところはある程度意識してやってみていただければなというところです。それができると多分だいぶ違うと思うので、そういう流れを意識しながらちょっとですね、まあ、やってみていただければなというふうに思います。はい。はい、最後まで動画見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。あの、下の概要欄の方にですね、毎日学習会の LINE アットがあるので、まあ、そちらの方からご相談いただくとですね、10日間無料体験、10日間無料添削、まあ、もろもろですね、私に、まあ、10日間って言わなくても本当に1回だけでもいいんで、受験相談、することができますので、何卒とお問い合わせのことをよろしくお願いいたします。あとはですね、チャンネル登録、いいね、ぜひ、していただければなと思いますので、皆さんの登録、皆さんのいいねがですね、私のモチベーションですので、ぜひ、押していただければなと思います。何卒よろしくお願いいたします。お願いいたします。